削ってる。削ると申します。はい、削るさんとちゃん。今回はですね、ここ大阪の秘密基地オブスクラップ社にお邪魔しております。ありがとう。ここに人が集まっております。おー素晴らしいです。今回の企画なんですけど、100人でスクラッチを削ったら何人くらい当たって何人くらいこの当選出る、お知りたい検証でございます。はい、なんで死んってなってしまったなんで死んってなったの俺かな、俺がいけなかった。皆さんが集まる立ち会い人です。そうです、そうです。皆さんの机の上にスクラッチが置かれています。はい、気づきましたか。はい、これは、僕たちアップマンからの皆さんへのプレゼントでございます。で、今からみんなで一斉に削るんですけども、もしそこで当たりが出た場合、全額あげます。おお、準備はいいですか。めっちゃ上がってる。これ200円当たったからって別に旅が終わりってわけじゃないよ。いや、もうないです。ないよ。終わりなんです。200円当たった人200円で美味しいもの食べました。次5万円いきますよ。これ5万円当たってなかったら、当たってる人1人前だったら他のもう全員に300万チャンスありますから。あるぞこれ300万欲しいかー。せーの、ガリ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 。さあ出た人、当たった人、当たった人、300万円つかもうぜ。せーの、ガリガリガリ
この答えがぴったり 1%。 はい、体に関しては、ぴったりの理解はなされるだろうということで、今回はターゲットをですね、光属性のカーディに絞りました。まず先にですね、仕上げにしたら、はい、確率通りだったら出れば1回出たら1%で、そういうことです。じゃあ理解したら3体出たら次回の